こんばんは、メガトンです。セイヤービランズ目白録、今回はレジスタンスやりましょうね。これあれだな、ビホルダーがもともと用意してあって、でゾンビ全然いねえんだけど、じわじわ来るやつだよね。あと、あれか、ウェーブあんのか。すべての感染者の群れを耐えるっていうのがあるんで、俺これさ、初見というかその初プレイの時って確かやらかして壊滅したんだけど、無理やり人口を戻してクリアしたっていう覚えがある。ので、スキルね。まあ、肝となるのはショッキングタワーなのは変わらない。で、射程伸ばすやつ取ろうぜ。ショッキングタワー、これは取ったんだね。高電圧イオン化装置取って、もう一個あるんだよね。射程伸ばすのが。どれだ？これか。高電力プラズマ。180と220か。あ、これもいいね。ショッキングタワーの電力3割引きだって。これとこれで400使うでしょ？とりあえずタイタン分だけ残しとけばね、他は好きに取っていいんで、エグゼキューターかな、次は。320で取れるレーダータワーとか。エグゼ、取って820残ってる。取れるんだけど、あとはいいかな。コンクリはなくてもいけるかな、なんていうね。ギリギリまで取らないスタイル。あと発電所やっとくか。これも絶対必要になるしね。発電所。こんなもんかな？あと余裕あるからこれ取っとく。なんかこれこれ、食料とエネルギーが20増えるやつ。100で増えるからこれ取っとこうか。残り600。まあね、最終兵器、タイタンがね、いつでも取れるんで、これだけ残しとけば多分大丈夫なんで、これでいってみようか。では、レジスタンスやってみよう。確か無理やり緑地のないところに置こうとしてやられちゃった記憶があるんで、いないんだよね。全然いないんだけど、うわぁ、これは結構辛いんじゃないの。ワスプで埋めてって感じだろうね。はい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 。あ、これができたのか。お金。お金かも。あ、で、その初期の食料。美味しいね、やっぱね。で、これがあるせいで、確か置けねえんだよな。足んねえや。お金ゼロだわ。まあ、左下のマップを見てればね、赤い点でゾンビが来たことがわかる。7、7、8、14。お金ねえか。まだ来ないね。不思議なステージだよな。どうやって埋めるの。ウェーブね、ウェーブがもう13日目に来るんで、あと一応進軍というか護衛用の兵士も必要で、でっけえ石と鉄がここにあるのか。エグゼなんて取ったけどさ、ここオイルあんの。オイル1個あんね。1個だけ？ 1 個だけっぽいぞ、なんか。で、これのせいで置けねえんだよね。それ覚えてるわ。ここが置けねえんだ。あ、赤い点が見えた。ゾンビ来てんね。来始めたぞ。一体で大丈夫？最初歩くやつらか。怖えな。まあ、弊社作って、あ、ワスプあんだよ。ワスプ、来た、来た、行くか。お金がねえな、きっついな。あんまり無駄に伸びたくねえな。お金あんまねえがんな。じわじわ来てます。まあまあ大丈夫だろう。先にまだやっぱテントだよ。置くしかねえか。うわ、怖っ、怖っ。どう置くんだ、わかんねえな。
Building completed. 食料がない。建てよう。Building completed. 弊社があと1回。とりあえず必要だな、弊社。来てます、来てます。で、食料。いいか。来てる。走られるのが5日あたりかな、また。大体そんな感じだよね。伸ばさないとダメか。伸ばすか。で、ワスプで埋めよう。で、だんだん西に集結させないとね。食料なし。来てるね。来てるね。ワスプ2つある。電気6か、やばそう。で、弊社が立つ。が多分電気が足んない。伸びた方がいいよな、こっちもな。お金が、まああるか、999あるわ。おいしめ。南行くか。いや、わかんねえな。農場の置き方が分かんないんで、ちょっと待とう。人数も結構多いんだよね。2000人だっけ、確か2000人だわ。なかなか多いので、それも頑張らないといけない。こっち出たいよね。早々に切り上げて出よう。埋めとくか、危ないもんね。こっち。農場まだかな。弊社どうしようね。やるか。走られるとやっぱ怖いもんね。で、そろそろ農場の時間になるので、二つ目の木だ。ここだっただろうね。危ねえかな。大丈夫か。60。まあ5日までに全周ワスプにしてえな。伸ばすか、しょうがねえ。置きます。それじゃあ5体ぐらいでいいんじゃねえのって感じはする。市場じゃねえ、農場。市場のことを農場ってよく間違えるけど、逆に農場のことを市場って間違えたわ。出るか。まあ、この辺までだね。あとは農場として使おう。お金ありがてえな。60。で、ワスプだ。
1個で足りんのかな。数増えてきたら2台置きにしよう。ワスプね、あと2箇所か。来てんね。おいったい。はいはいはい、やばい。そこ開いてない？あ、できたのね。オッケー。やっとく？まだ早いだろう。こっち奥の優先しよう。さあ外出ていいのかな？わかんねえな。来てるぞもう。大丈夫？12。何時？来てる来てる来てる。落としちゃった。違うね違うね。ここだ。置けてなかった。電気やばそう。もう一体ぐらい。ソルジャー5体いれば多分防衛というか護衛になるでしょう。もう一個ぐらい欲しいな。一個前出たいね、やっぱね、さすがに。どうかな。お金なし。北とかな、こっちとか走られてやべえもんね。ワスパットはいいのかな結局。そこ一個出過ぎじゃない。電気電気2つ。もう一個来て。置いちゃうか。置いちゃえ。こんな感じ。どうしよう。5体10体安全10体わかんない。だんだん増えてきた。やろう。さすがにやべえだろ。電気入ってるんだここ。マジか。お金なし。置いてからあげるべきだったな。まあ、いいとこでもう兵舎壊しちゃっていいと思うんだよね。でこれだよ。また調子ぶっこくとやれることになるから。お金がね、売るか。最終的にはワスプも必要になるんだろうな。16のもんか。これはいいか。さあ外に出ていくのだ。この辺が
居住区になる。電気あるね。食料がもうちょっとできる。でワスプか、ワスプやろう。おお、なんで。さあ外側どうしようね。なんでいいかな。伸ばしていきます。もう一体。工房優先だよな。倉庫置けるけど石足んなくなっちゃった意味ねえし。 あとあれか、タワー用の石も取っといた方がいいのか。置いた。1000ゴールド置ける。これギリギリ置けない。置いた、無理やり置いた。あとそこね、まあ、2体いれば。そこ通ってく？そこ通ってくね。まあ、大丈夫かな？走ってきてないね。来そうで来ないね。でタワーですね。タワー用の石も取っとこうか。8体でいいか。3体。あとウェーブな。ウェーブどうなるかだよね。ほんとこれ西からって言うと結構嫌な感じだよね。できね。ここか。レンジャーでも抑えられるでしょこれだったら。さてタワー、まあ、ギリギリですね。また900ゴールド。せっかくのリサイクルが全然生きてないね。さあウェーブどうなるかな。すごい心配。走ってんね。浮気がね。違う、お金がね。よっしゃ。タワーの研究は間に合う。置いとこうか。7。8体でいい。あと2体読んどく。あと3日あるんで。どうなるかな。
あと2体。OK。さて、いやまあ普通に人口増やしていくだけだね、今のところやれることは。奥タワーがこんな感じか。まあ石も取ってるし、7。良さそうだ。ここいる？必要になるかな？エグゼキューターをやるかどうかもまた難しい話。いるのかな、エグゼキューター。これで10体目ね。12。あと2日。正面からいきなり来られたらすげえ困るな。お金なくなっちゃった。これで10体。さらば。跡地はこれ。さあどうなるんでしょうね。やばそうなところにある程度伸ばしとく。西って言われるのが一番嫌だよねこれ。倉庫置いとくか。安いね倉庫。資源はちょっと多いのか。お金自体は安め。結構適当にしちゃった。まあいいか。電気の用意だけしとこう。あ、あれか。ショッキングタワーのエネルギー14だって。いいね。西ってどこ？うわきっつ。うわーマジかって感じだなこれな。うほほほ、一応やめてほしかった。さあどこ。真ん中ここね。おお、木がね、木かもん、木かもん。うはは。やばくね。おおおお、あ、さよなら。だあーマジかー、こりゃダメだー。うわーマジか。あ、どうやっとくのがいいんだ俺。
木の備蓄が足んなかった。うわやっちまったね。西か、決め打ちで置くか。第一ウェーブはここで頑張るか。西ってここしかないもんね。必ず外に出なければ第一ウェーブ多分簡単なんだけど、あー置いてくしかねえか。もうバンバン進めていけばいいのか。電気もそんな食わねえし、どっから来ても大丈夫なようにもう置いちゃえばいいんだ。置いちゃえば。ということで、今回はここまでにいたしましょう。もう置いちゃおう。さっさとショッキングタワーだこれ。という感じで、また次回。それではまた。